店長の結構仲良かった女の友達がうちに遊びに来て、マリンちゃんのお姉ちゃんにも会ってみたいって言って、でも店長のお姉ちゃんマジでガチで本当にコミュ障だから無理だよ、多分挨拶できないよっていう話をして、店長のお姉ちゃんの部屋ノックして、でその友達がなんかお姉さん恥ずかしいみたいな感じで言ったら、お姉ちゃんもう無視、もう無視ね、もういないふり、でもいるから、もう絶対いるのはもう判明してるから、友達がね勝手にガチャッと開けて、その友達も結構どうなんだって感じなんだけど、ガチャッと開けて入ってったの。そしたらお姉ちゃんが布団にくるまってひえーってひえーって言ってたね、怯えていた。結局一度も友達と言葉を返すことも目を合わせることもないまま、友達と一緒にね船長の部屋に戻ってったね。船長に陽キャ成分吸われたか、いや絶対吸われたと思うわ、船長吸い尽くしたわ。でもなんだけど、船長がこうやって今進出していっちゃって、もう一緒に住んでないわけなんですけど、そしたらねお姉ちゃんも船長がいなくなったから友達をね作り始めたよ。久々に帰省とかしておしゃべりしてたら、お姉ちゃんが最近うんちが笑えるんだって言ってて、なんとあんなに下ネタ嫌いだったのにうんちで笑えるようになったんだって思って、ようやく小学校低学年のコミュニケーション能力のところまで到達したかって思ってね、安心しました。